俺様はパーフェクトだぜ。こんなボロ船にいるんだ。ご婦人といえど、ボロ船たぁ、聞き捨てならねえな。どっから入ってきた？いいじゃない、そんなこと。こんないい女を見て、他にすることないの？そいつは魅力的な。ジョニー、何言ってんの？いやいや、不法侵入はお引き取り願おう。そんなこと言う人、嫌いよ。ゆっくり反省してね。先に言っておく、俺はパーフェクトだ。その辺にしときな。波の手だれじゃねえな。何の用か、じっくり聞く必要がありそうだ。私の用は簡単。え？私？ディズィー、なんてことをしやがる。自分で振っといて追いかけるなんて、無粋な人。じゃあね。チッ、逃げられたか。不時着しろ。何の冗談だ、これは。ん？悪いが取り込み中でな。後にしてくれないか？ディズィーに会いに来た。あいつはどうしている？ディズィーなら、その、なんだ。どうしたのかと聞いている。言わないつもりなら、こちらにも考えがあるぞ。さっき奇襲されて、高度6000メートルから落っこちたんだ、これが。貴様にディズィーを預けたのが間違いだった。このゲスが！それが俺の名だ。足元へ。マジか！力が！ノリが悪かったな。すまねえな。あいつは俺が助けてみせるさ。さて、どこに落ちたんだ？あの、そこのおじさん。ダンディなお兄さん。と呼んでくれれば何でも聞いてやるぜ。じゃあ、ダンディなお兄さん、お縄についてください。何？約束したじゃないですか。
このジョニー、レイリーとの約束は裏切れねえ。うち、男ですけど。助かった。スマートに終わらせるか。もっとすごいトリックを見せきますよ。その目に刻み込め。センスが違うんだな。センス。大人ってひどい。にしてもお縄につけはないだろう。あんた賞金稼ぎかい。そうです、ジェリーフィッシュのジョニーならいいお金になるって赤い女の人が言ってました。赤い女？変な帽子とギターのか？そうです。ありがとよ。たくせこい真似しやがって。今度会ったら。そこの賞金首止まるある。また知らなみ家業た、言うものの。ほら、ちょいと、卑怯じゃないかい？そこの黒服、止まれ。ひょっとしてあんたも、差しがね？ま、男なら遠慮なくやれるな。女とガキをやるのは、正直、うんざりだ。俺は俺、瞬きの日はない。遅いというやつだな。遅いミストフェイド。足元シーン、ここか。モーベラスリッチだ。パーフェクトだ。その辺にしときな。